こんにちは皆さん私こんなことあるんですよ休日のショッピングセンター向こうの方から川岸のお嬢さんが歩いてお二人連れなんですね近寄ってみて川岸ですから「あっ今日ショッピング兄弟でいいよね」って「い,いえこれ母です」は 休日の日曜日の公園で坊やが遊んでるお成人のつもりでお父さんと二人だなと思って「坊やいいね休みの日パパと一緒で」おじいちゃんだよ」こんなこと老眼ですからね私そんなに見えるんですよ考えてみれば高齢社会になったっていうことは私が勘違いするぐらいに 年の差が縮まっちゃってるんですよね。つまり年齢の格差が縮まってきてるということなんです。だからこう考えてみたら、高齢社会を明るくするには、いろんな社会にある格差、そういうものをなくすればいいんじゃないか。それなのに、ですから、今まで私たちが持ってた、 型にはまった考え方それはもしかしたら心遣いのつもりだったのが差別になったり格差になったりしていることだってあると思います。で年齢が長く生きられるようになったということは早く死ぬ人が亡くなってきているわけですから全部が長生きできるということは私たちの持っている年の 格差がなくなくっているそういうことをもってぜひこの格差をなくしたらいいんだということを考えるんですがそういうことになったのは2つ私の思いがあります一つは私事なんですけど自分の奥さんの話です私たちは大陸から引き上げてきました 戦後ここに博多に来た時無一文でしたでも私の奥さんは何をしたかったら戦災孤児のところ行って世話を始めたんですそして私はうまいこと新聞社に入ってそれから間もなく海外に出るようになってイランやイラクや遠くエチオピアに行ってました1年ぐらい帰ってこない帰ってきましたら 奥さんが私にですね保育園作りたいのよだからあなたもお金出して,て私言いました悪いけど俺金ないけど精神的援助は惜しみもないよそしたらね,ですねあなたはそれじゃ日本のベトナム戦争援助と同じじゃないって言われましたで彼女はそれから女子大時代の友達と一緒になってウーマンパワーで 保育園作っっちゃったんですそれから何十年私は私で海外を飛び回り私の奥さんは一生懸命保育園をやりましたあいつ女房働かしてうまいことやってやるなんて陰口も聞かれましたけどたった一つ守ったのはお互い勝手なことをして相手に干渉しないですから入れ違いがあってですね夫婦喧嘩いっぱいしました。 あまり私頭にきたもんだからうちの奥さんに「あんたソクラテスの妻だ!」言いました <laughs> 彼女は「それにしてはあんた偉くならないわね」<laughs> 言われて私ギャルって参っちゃったんですよでも彼女が観光兵になって救急車を呼びましたその時駆けつけてくれた救急隊員それは 前に保育園を幼い時出た卒園児でしたその救急隊員は私の奥さんを抱きかかえて園長先生大丈夫だよって救急車で病院に連れて行きましたそれが最後の旅立ちでしたもう一つあります私はちょうどケネディが亡くなって今年50年です私はその時 あの頃にワシントンにいてそして特派員として毎日ホワイトハウスに通うのが私の実家でしたでケネディという人はとても明るい人ですねそしてフランクな人ですからよく突然今から記者会見なんてやるんですだから油断も隙もないんですけどね 例によって今から記者会見ってのでみんなわーっと走りました80人ぐらいでわしも走りながらちょっと隣を見たら白髪のね年の頃70を過ぎたぐらいのカメラマンが大きな脚立を担いで昔ですから脚立が大きいんですそしてカメラもスピグラというプレス用の大きなカメラを担いでフーフーって走ってその横若いアメリカ人の記者が 一走走っっってててているんんんででですすすけど脚立持ってやろうとしてないんですね自分は私はふと思いました。日本だらこのこと先輩させないのよって。で、このことが気になったんで、後でアメリカ人の記者の友達に、あれどういうことかねって聞いたんです。そしたら、君、あのカメラマンが年だからって言うんで、できないと言うんだったら、それは差別だよ。彼は ホワイトハウスのカメラマンだというプライドを持って一生懸命やってるんだそう言われて私はハッとしたんですねでこの2つのことが実は私は自分の考え方の物差しになってるんですこれはご覧になったようにこれはアメリカの統計局が作った人口グラフですピラミッド型になってますが1996年というのは ちょうど日本が高齢社会になった頃ちょうどご覧のようにピラミッドの形をしてますこれ世界の人口ですねそして右側をご覧になると2025年間もなくですがあと10年余りですがこういう具合にドーム型に世界の人口はなります青い方が男性赤い方が女性ですねでこれで分かるように 三角形からドーム型になるつまり世界も高齢社会になるということがこれでわかります。でこれでお分かりのように上の方がずっと太くなってますね。つまり高齢が進むということです。じゃあもう一つですがこのグラフは日本の国勢調査から作った人口ピラミッド左側の私が生まれた 1920年の頃ご覧のとおりピラミッドの形をしてますそして最近の2010年になるとご覧のように塔のような形になってきてますねでこれ重ねてみて分かるようにピラミッド型の時はご覧のように安定して見えますが塔のような形になるとうっかりするとフラ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 します,ですからここから イメージとしても分かるのは女性と男性両方ががっちり組んでバランスをとるそして上の方の年寄り高齢者は下が重くならないように身軽になって自立するということがこれを安定させることだなっていうのが分かるんじゃないでしょうかじゃあこういう姿っていうのは ようなかかっったたのかといえば実際あったんですよそれは70年前の戦争の時若い人は全部海外出てますからですから残されたのは女子供と高齢者です,です特に女性はみんなで日常の日本の国内の生活のリード役をしてましたそして高齢者も 自分にできることは何でもやろうそれをしないと生活は持たなかったんですねですから戦争中というのは高齢社会だったといえるんですで今日本の中では6,000万人の人が働いてる労働力は6,000万なんですけどそのうちで男性は3500万女性が2500万そうしますと今から 高齢者がだんだん増えていって仕事をする人が少なくなれば男性はみんな働いてますから女性がもっと働いてもらってそしてもっと責任のある仕事をしてもらわなければこの形は持たないということがわかります。ですから一番大事なのはこれから女性の力をもっと借りる。 その男性と女性の格差をなくして女性にもっとリードしてもらうような社会にする必要があります。これもう1つ理由があるんですそれはアメリカの調査でも日本でもですね女性の方が私が初め言ったように長生きするんですよ。5年から10年は長生きするんですから高齢社会というのは みんな女性のお世話にならなきゃいけない社会になるということですね年を取っていったそしてアメリカでも日本でも男女とも一番介護してほしい世話してほしいという調査をしますと世話してほしいのは女性にしてほしいしかも実の娘にしてほしいというのはナンバーワンだたった一つだけ例外があるのはお仕事さんはお嫁さんの世話にはなりたくない これは日米共通らしいです <laughs> それですけどいずれにしても女性のパワーがもっと責任があるようにそういうシステムを作るということが必要だということがわかります。でそういうことをするためにそれじゃどうしたらいいんだろうか。これはちょうどケネディが言いました私たちはみんな同じ権利。 ォール・シビル・ライツって言うんですが、市民権持ってる、みんな平等だと言ってたんですが、その通りで、第一にですね、女性がもっと議員さんになって、政治の目に出て、そしてそういうシステムを作るようにすればいいんですね。ところが、今度の選挙でも、52名いた女性議員は38人に減っちゃってる。 じゃあどうすればいいか選挙の時に各政党が必ず女性の候補者を立てるようにする選挙制度を作ればいいす。です。でこれはにノルウェーーややデンマークではやってますでそういうことをやることによって日本の中でも女性にもっと責任のある仕事をどんどんしてもらえるようなシステムを 制度を作っていくということをすれば格差がなくなってさらに日本の将来は明るくなると思います。ケネディが言ってましたさっき言ったように私たちはみんな同じ惑星の中で住んでるで最後に私は大好きな言葉なんですが第二次世界大戦の終わりに アメリカの大統領夫人だったエルノア・ード・ルーズベルトが残した言葉です。それは、Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. That's why we call it the present. どうかですね、毎日が私たちのプレゼントになるように格差をなくそうじゃありませんか。 ありがとうございます。